逆方向に打たれた経験がありますので、はい、どちらからでもどちらでもホームラン打てるっていうバッターですね。先ほど高く上がった高く上がった大谷は打球を見ている。どうだ、天井に当たったんじゃないですか。天井に当たったか、うっ、屋根の裏側にですね、はい、入っていくような形になりまして、そのままボールが落ちてこないですね。ここまで行って入りました。ルール的にはどうなるんですか。